はい、どうも、つかさでーす。あいつでーす。はい、今回はゲストをお呼びしております。お願いしまーす。フィールドフォースの鎌田です。お願いしまーす。はい、続きで鎌田さんに来ていただきました。はい、鎌田さんですね、もう高校生の頃、甲子園に出場し、その高校でエースとして投げていたと。投げてますから、もうそうそうたる経歴のお持ちの方ですから。大したことないです。今回は3打席勝負をしようと思います。対決、対決です。はい、もうガチンコ対決ですね。ガチンコ対決ですね、はい、で、まあこちら今回は2人なので、司が2打席、2打席、私カイトが1打席の3打席で勝負しようと思います。はい、で、まあ1本ヒット打てば自分たちの勝利ということで、全部抑えれば鎌田さんの勝利でできます。もうガチでね、ガチでやっていきましょう。はい、ではやっていこうと思います。はい、行きましょう。はい、お願いします。お願いします。さあ、はい、では塚さんの1打席目からいきます。お願いします。うわー、もったいな。多分今の打ち損じて終わった可能性が。いや、まだ、いやー、初球ストレート待ってたんですけど打ち損じました。君はですね、非常にですね、球のキレもあってコントロールもいいですね。おい、ストライク、いい球、はい、いい球。あー、セカンドボールでしたね。セカンドボールで、最後の球スライダーでしたね。ちょっと読んでたんですけどね、打ち損じました。お願いします。お願いします。2打席目いきます。はい、ではカイトいきます。しゃ、早っ。これ早かったね、キャッチャーも取れてないぐらい。久々にこういう球見るな。スピードが持ってってたんだけど、ほんと球速はだいたい130ぐらい出てますね。体感でもっとあるんだね。おスライダーか。鎌田くんはですね、緩急を使うのがうまいですね。一個前の変化球で今のストレートついてきなかったですね。ファーストゴロですね。ファーストゴロ、やってました。お願いします。お願いします。最終打席、いやね、さっきね、ちょっと三振しないようにとかね、結構当てにいってたから、ちゃんとフルスイングします。はい、勝負、男の勝負、フルスイングでいきます。初球シンカーですかね、いい球です。どうですか、このシンカーでですね、司君の頭残るんじゃないですかね。おお、いい球。はい、やストライク、ボール、あ、ボール、ボール、際どいね、多分もう1個2個だ。ファールでなんとかついてってる感じですかね。タイミングはいいんですけど、前に飛ばない。あ、追い込まれた。実は、そう、そればっかりだな。おー、追い込まれて、あのシンカーが頭に残って、ちょっと泳ぎたくないなって感じで、ちょっとタイミングを遅めに取ってます。後ろに行ってたよ。その結果ストレートに振り遅れてどん詰まり。はい、というわけで司の2打席がセカンドゴロとピッチャーゴロ、ピッチャーゴロ、自分がファーストゴロということで完敗です。敗北です。負けました、負けました。ありがとうございます。鎌田さんの勝利です。すごいいい球だった。このすごい際どいところだったしね、うん、ボール1個2個のボール球とか投げてきて、変化球も多彩で。いや、でもあのカメラの前でもうピッチングするって初めてだったんで。あ、なるほど。いつもの 2.5 倍ぐらい力入りました。あ、力入りました。おお。でもあれじゃないですか、全国ネットで一回。確かに。いや、だ、あの甲子園の舞台で投げてますからね。そんなそんな。はい、では今回はご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではフィールドホースさんの情報のリンク等ですね、まあ、概要欄貼っておくのでぜひチェックお願いします。お願いします。それではプレゼントコーナー行ってみよう。こちらのプレゼントコーナー、はい、今週のプレゼントこちらになり
ちらのネットですね、はい、こちらを1名様にプレゼントします。1名様に、はい、応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。はい、そしてチャンネル登録まだの方ぜひお願いします。お願いします。はい、そしてこちらのネット欲しいよっていう方はぜひコメントにネット欲しいよっていうコメントお願いします。お願いします。はい、そしてまだまだ応募期間中のプレゼントもありますのでそちらにコメントもお願いします。お願いします。この後は次回予告。 よし。